マルク・ヤンコは、オーストリア・ウィーン出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。実母エイファ・ヤンコは、1968年、メキシコオリンピックのやり投げ銅メダリスト。オーストリア、編集オーストリア・ブンデスリーガに属する、FC ・アドミラ・バッカー・メイドリングの育成部門出身。セカンドチームを経営して21歳で、トップチームでデビューを果たす。22歳の頃、 2005年夏に就任したクルトヤーラ、新監督に誘われ、同リーグのレッドブルザルツブルクへ移籍。初年度では18試合に出場し11得点を記録するなど期待通りの活躍を見せたが、2007年1月に行われた親善試合で重傷を負い、約10ヶ月間リタイアした。2007年11月9日に行われたラスック・リンツ戦でカムバックを果たすものの、 まだ重症以前の本調子ではなく、2008年の夏に、地元で開催される UEFA ヨーロッパ選手権、オーストリアスイス大会に間に合うかどうか注目されたが、当時のオーストリア代表監督であったヨーゼフ、ヒッケルスベルガーは、まだ本調子ではないと判断し、招集しなかった。2008から09シーズン、新たに、レッドブルザルツブルクの監督に就任したコアドリア,アンセのモ リーグ戦34試合で39得点を記録。オーストリア分ですリーガ得点王になるとともに、それまでドイツ代表のオリバー・ビアホーフが保持していた同クラブの年間最多得点記録を更新した。また、同年にヨーロッパ得点王でブロンズシューズ賞を受賞した UEFA ヨーロッパリーグでは SS ラツヨ、ビジャレアル CAF、スタンダールリエージュ等を相手に得点を決め、 グループリーグ首位突破に貢献した。オランダ、編集2010年6月21日、オランダエールディビジの FC、2エンテに4年契約で移籍した。2011年5月8日、KNVB カップ決勝戦となった、アヤックスアムステルダム戦で、決勝ゴールを記録し、優勝に導いた。リーグ準優勝したエールディビジでは14得点を記録し、チーム得点王に輝いた。 UEFA ヨーロッパリーグでは再び、ビジャレアル CF 戦で得点を記録し、チームは準々決勝まで進出した。ヨハン・クライフ・シャールでは2年連続で優勝し、2012年度の決勝戦では、アヤックス・アムステルダムを相手に得点を決めている。ポルトガル、編集2012年1月31日、ポルトガルの FC ポルトに3年半の契約で移籍した。トルコ、 編集2012年8月28日、トルコのトラブゾンスポールに移籍した。オーストラリア、編集2014から15シーズンは、オーストラリアのシドニー FC に所属し、16得点を上げ、A リーグ得点を及び A リーグ年間、最優秀選手に選ばれた。スイス、編集2015年6月25日、スイススーパーリーグの競合 FC バーゼルへ移籍する。 ことを発表した。当初は1年契約の1年間の契約延長オプション付きであったが、初年度から得点を量産したこともあり、初年度のシーズン半ばでオプションが引かれ、2017年6月30日まで契約が延長された。オーストリアゆる21代表でもゴールを量産。特に、オーストリアが2-1のスコアで勝利した、イングランドゆ21代表戦で2得点を決めたことにより、 大きな注目を浴びるようになった。2006年5月23日のクロアチアとの親善試合で A 代表デビュー。2008年8月20日のイタリアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2015年ユーロ予選においては、ロシア及びスウェーデンとの上位対決でのゴールを含むチーム最多の7得点を記録し、首位通過に貢献。 その他の公式戦オーストリア代表でのヤンコ2009年に、特典王の表彰を受けるヤンコ、レッドブル、ザルツブルク FC、トゥーエンテ FC ポルト FC バーゼル、ありがとうございます。